確かにまだ誕生日しようあこれ誕生日やからこうなってるんかすごいまだまだ誕生日しよう <laughs> まだ誕生日でいいんややった お話かありがとうありがとう幼くなったあのー、あれなんですよ肌だけねちょっとメイク落としてそう肌だけメイク落としてあのなんだパックパックみたいなしてしましてきた体と思う 一部ティアラーずっとつけてたのめっちゃずっとつけててここめっちゃ痛かったけ <laughs> どねめっちゃ楽しかったよお話会一足先にパシフィッ行ってきたよええの近く通ったよ、ね、そう27日にねあのあそうなんですよなんか27日にそう椎名林檎さんのライブ行ってきて めっちゃ楽しくて本当にマジでいや本当に楽しくてけどなんかいやめっちゃ嫌なこと起きてめっちゃ嫌なこと起きてなんかあの駅着いて駅着いてそれでなんか普通に階段降りてたんですけど あの上階段上の,上の階段結構普通に高いぐらいの階段にの上ちょっと3段ぐらい降りたところから足滑らして最後下まで落ちて <laughs> でそれで「いった!」ってなってめっちゃでかい声で「いた!」って言ってめっちゃ恥ずかしくて走って逃げたんですけど。 それがライブ前っていうライブ前にそうえなんかね足めっちゃ痛かった本当にで,で頭からいかなくてよかったなと思ってマジでそうなんかねみんなえそうライブ前に、ね、それなってやばいめっちゃ足痛いめっちゃ足痛いと思いながら走って逃げて恥ずかしすぎてマジで。 勝ちで恥ずかしくてめっちゃ見られて「やばいっす」と思って痛いと思いながら走って逃げてなんかね手の皮がねなんかめっちゃむけてで足もくじいて「うわもう最悪」とか思いながら行ってであの意外にねあの近くてその椎名林檎さんの距離が肉眼で見えるみたいな。 めっちゃくてあっちで戻りたいいい席ではないんですけど見えるめっちゃいい席ではなかったそうまだ地味にいたいけど、まあ、全然いけるなんか椎名林檎さんのライブ行ったら 全然陰気もいるようになりました本当にえそう声出しはなんか制限されてないみたいなスタンディングではなかったスタ,んスタンディングで立つですよね座ってましたね座りだった気がいやマジでよかったなもう旗もね T シャツも買って旗も買って マジでかったあもうほ本当によかっためっちゃ戻りたい本当に戻りたいだからいやそう椎名林檎さんのおかげでね昨日マジでノリノリですっごいノリノリマジで昨日の対話は本当に楽しかったあのそのライブのねテンションをその,その椎名林檎さんのライブのテンションを台湾に持っていけてもうライブ前も一人ずっとテンション上がっててやばい リンゴさんさやばかったマジでよかったって一生メンバーに語って日本を聞いたんですやっぱやっぱ日本っていいですね日本って曲マジであつなぎが最高でいや日本いいなガチでいやマジでマジで,マジでよかったな本当に最高ああもう何ああもう本当に戻りたい いやーこっちとそれをレノンから接種してるうわそれは良かったこんな気持ちなんですねやけどこんな気持ちにできてるんかな <laughs> 分からんけどいや本当によかった僕がもうたやっぱライブって楽しいいやライブめっちゃ好きマンなんですよライブ大好きでめっちゃいろんな人ライブ行ってたんですけどマジでいやー昨日楽しかったな そうマジで良かった本当に良かったマジ良かった本当に良かったいや本当にねーあ明るめっちゃ良かった <laughs> いやー本当に初めましてニアジョイの全国ツアーが始まった行きたい。 ね、全国ツアーできるように頑張りますよ本当に頑張りますめっちゃテンション高かった昨日マジでいや本当にテンション高くって <laughs> いやーなんか本当にやっぱすごいですね人をってかそんなになんかさテンション爆上がりするような人間じゃないのにあんなテンション 上がるってやばい,わいや本当にあの TIFF 出させていただいて柄割れを披露柄割れが本当に楽しくて自分の中で,でその時のぐらい本当に楽しくていやもうライブ全部楽しいんですよ本当にライブ全部楽しいんですけどその中でも特に楽しかったいや本当にあれと同じぐらいのテンション感で,できた昨日めっちゃ ちょっと楽しかったやっぱりんごさんすごい本当にすごいもうやばい戻りたい家でもね旗振ってるんですよね余韻がすごすぎて本当にちでよかった <laughs> ああ本当よかった ライブで幸福感感じるとじじじ寿命の見るらしい。えそうなん。じゃあ、ライブ行きまくろっかな。いやー、もうね。しっかりファンクラブ入ってるんでね。旗はありますよ。え、飾ってますね。T. シャツも飾ってる。なんなら。あたしも明日超楽しみない。 まあ、えっ、ー、ね明日楽しみですね本当にグッズとかいっぱい買ったえー、グッズがなんか事前物販みたいな感じなんですよでなんか何か何個か会場で売るみたいなで事前物販できなくそうなん買えなくてそう事前物販できなくてうわけどけどまあ旗とあの T シャツ買えればいいかなみたいなけど向こうで あのステッカーも買いましたあーもう本当にああ戻りたいマジでよかったいやもうマジでテンション上がったもう本当に声出たえっい声出たもう本当にベンジーわかるわかりますよわかりますよえィ T シート見ます あるすぐそこにあるほらかわいいめっちゃよくないしかもねやガチでやばいこれそうなんですよしかも今日の T シャツもピストルズほらピストルズゴッドセーブザクイーンほらかわいくない <laughs> リスベラ化してる「ゴッド・セーブ・ザ・クイーン」かわいいわマジでいやーやっぱねバンド最高ですよ本当にいや最近マジで最近マジでまた再熱してきてピストルズとかあのニル・バーナさんピストルズさんとかニル・バーナさんとか。 その辺が、ビックさんとか、あの辺一生聴いてるんですよね <laughs>。いやマジでいい本当にレッチリさんとかマジでマジで一生聴いてるあのあの辺のバンド一生聴いてる最近なんかいややっぱいいわ最高 <laughs> 最高はマジ最高。 本当にああそうゴリラズも来ておすすめなんかねあのい一度ね喋らせていただいたんですよねしおりんさんと。配信初めてしたいんですけどルールルームを公開設定にする方法分かりますか わかんないです本当にえショールームのあの機能あんま分かってないですすいませんいやマジでいや本当にいいわ今日のリップかわいいえっとねこれこの肉使ってるなんだこれはディンディントディン分からんこれなんか <laughs> <laughs> なんかこれ <laughs> これとこれパーフェクトダイヤル <laughs> パーフェクトダイヤル <laughs> これもらったまいちゃんから誕生日プレゼントでもらったパーフェクトダイヤルめっちゃかわいいんですよねこれ106って書いてるフローティングライトリップグロス106って書いてる ディオールディオールじゃないデントみたいなのがてるディント何これめっちゃ可愛いこれがほんとにそうなんかね最近一食いリップみたいなさ「レッド・イット・ゴー」って書いてるほら「レッド・イット・ゴー」って書いてる一食いリップみたいな色めっちゃ好きでほらなんかわかるこの そういうい色が大好きでずっと気に入ってつけてる <laughs> 明日日楽しみ今日の夜出発するよあやった明日マジで楽しみなんですよねいやで服問題どうしようかと思ってなんか新しい服着たいしと思って買ったんですよ新しい服をけどいやけどなんか自分の気に入ってる服せっかくだから最初だからさ着たいなと思って自分の好きな服をとりあえず明日着ようと思って。 そうこれまで着た自分の好きな服あとオーディション合格発表してもらった時に着た服とか着ようかなっていうそうせっかくだから自分の好きな服で行きたいやんっていう、ええけどねなんかね自分の好きな服って言ったらめっちゃダルギみたいになるからそうダルギとかバンティーとかになるからバンティーになんかさ帽子にみたいなそういうのになるから多分バンティーとかき じゃダメだから多分だから明日きれいめできれいめな自分の好きな服でいく服変えれるの服ね全部変えるよいえっ何部だったっけ3部か3部ね話させていただくので3部全部変えますそう発表の時の服着よっかな 楽しみすぎてて泣いてるよえっ今日マジで寝れないかも可愛い系でいくか綺麗系でいくか一生悩んでるええけどどっちでもマジ可愛いからな絶対にいやけどね本当にいやけどね人の服みんな好きなんですよねなんか可愛い服とかあったらそれどこのって聞きたいいやーそう服で言えばさ今日ねアリスとジュリーと喋ってて なんかアリスとエノの服交換したらおもろそうじゃないみたいな話をしてて「確かに」って言ってて「一回交換する」みたいな言ってて「エノが入らんやろ」っつって,って,てそういう話をしてたえだからさワンチャンさワンチャンワンちゃん交換するかもよみたいな「エノアリスの服着たらやばくなりそう感じで。 絶対やばくなるアリスの服着たら絶対似合わんああいう可愛い系ケイトじゃあマジ可愛い系ケイトの服マジ似合わんやなでアリスがエロみたいな服着る 明日楽しみに備えるえでも明日のために今日は早く寝るそうアリスの服さ入るかなっていうマジで明日は何を話したらいいえー、何何やろうんー ええー。ええー。うーん。何。むずっ。生い立ちからお願いします。生い立ちから言う。長くなるけど。生 <laughs> い立ち。やばすぎるな。 アリスの服襟元とか買ったフりフりすぎて自分来たらガンダムになる分かるけども本当にねあの骨格ストレートすぎてマジで本当にザすぎてとりあえず書き初めの感想は言いに行きますおいやマジで書き初めあれえ持ってこれんのかなあれ鏡型 <laughs> は決めてない 髪型何にしようえどうしよう髪の毛えー、何にしよういやなんかとりあえずヘアゴムとかめっちゃ持っていく何でもできるようにやっとりのんちゃんとはじめましてできる超緊張する確かに対面はじめまして対面はじめましてじゃないほぼ ほぼみんな対面始めましてやばいな緊張するな普通にえー、どうしようえーそういやあのアリスにやってもらおうかな山の美容室に頼もうかなけどアリスめっちゃいろんな人のさやつ担当するからやばいやろうな いやーマジで楽しみ明日雨降ったあとで湿度高そうわあって待って待って待って,待って雨雨やばいもう雨の日何その猫っけみたいな猫っけでもうマジで雨の日マジで雨の日が ちょっとね、あへあのハンドクリーム塗ってますそうハンドクリームえ、じゃないあの猫っけすぎてマジですっごいんよ足日予報だとめっちゃ風強い今日もめっちゃ風強くない今日も,もうマジでかちょマジで風強すぎてそのなんかあの肌のなんかピーリングみたいなしに行ったんですよ今日で あのちょっと一回さ肌のメイク落としてるしあの髪の毛ヘアバンで上げてたからあ帽子かぶろうと思って帽子かぶったんですよ。じゃああの信号待ちしてる時にあの帽子パーッと飛んでいってハハッと思って人のなんか足のとこについてその人がパーンって蹴ってあの気づいてなくてパーンって蹴ってめっちゃ飛んでってめっちゃ走って追いかけてめっちゃ一人で恥ずかしい思いして逃げた。 とりあえっあそうであのその椎名林檎さんのライブの日にまあそのライブ前にまずあの階段からこけてめっちゃ痛い思いして <laughs> 最悪と思ってでまあけどリンゴさんのライブ見てめっちゃ回復してあやっぱよかったやっぱよかったと思いながらあのプレイリストに椎名林檎さんのやつあるんですけどその曲を聴いて帰って。 うわガチでいいガチでいいと思いながら帰ってまあ電車のさなんか乗り換え案内みたいなを見てあ何ナンバー線やと思ってナンバー線あともうちょっとで来るみたいなあと2分かな2分ぐらいで来るみたいなんでめっちゃ走って行ってじゃなんか電車来なくてえっと思ってもう一回あの乗り換えアプリ見たらなんか 乗り場変わっててなんか何番線っけなそう何番線で書いてるのに違うやつ書いててはっと思ってえっみたいな <laughs> でそれであの次のなんか電車見たらなんか十何分後みたいなう,うわもうマジでと思ってえっって言ったよなんかこれもうあーもうあーもう嫌やと思ってでまあまあまあ別にライブあったしと思って。 音楽聴い,てあいいいててあやと思ってゆっくりって十何分待ってまあ電車乗ってでまあまあまあうめっちゃ満員であ、ま、あもマジでと思って「うわ満員やばいもうめっちゃ気持ち悪い」みたいなめっちゃ人を用意するんで「あもう気持ち悪いわ」と思いながら電車乗っててもうずっとずっと下向いてい <laughs> でそれで、まあ、家帰って。 であご飯食べようと思って冷凍ご飯やってるんでその炊き込みご飯を冷凍しててそれ食べようと思ってレンジでチンしてラップで取っ,取って「はいや食べます」みたいな食べようってなった瞬間に床に落としてしかもラップから外れてこうやってさこうやってこうやってあるやんこうやってここでこうラップに包まれてるご飯が。 でこうやって熱いからこうやって持ってスーッてやってじゃパッて落ちてでラップ全部はだ,はだけてていやわかりますねラップのこの端持ってたからここにラップの端があってもうこっから全部バーンと落ちるみたいなで床に落ちて、はあやばいマジでえみたいなもうこんな災難続,続く日あるみたいな。 もうマジでテンションだだ下がりやけどまあ音楽聴いて持ち直して次の日の対ンでめっちゃテンション上がって超孤独ライオンの前のあおりが何か何言ってるかわからないっていう事件テンション上がりすぎておがってああマジでいや本当にね 最近もういつかいつかマジで事故に遭うんじゃないかといやーお笑いこっからマジでもういやもうほんマジであのちょっと例のせいにしたいなこれは全部。 いやけどねライブ行けたからライブ当たったつけ回ってきたみたいなそっちかなと思ってあの <laughs> そうバランス調整なんかさ可愛くないあのさなんかあの人生なんかさなんか そうなんんか言うやんそうやそいうなんかできてるみたいなあのなんや人生なんかあのその不幸と幸,幸福の差がなんか同じ数だけ起こるみたいなあそういうことかと思ってあ椎名林檎さんのライブがもう幸福すぎて不幸が一気にガンみたいな来たんかと思って。 そうそれやと思ってる勝手にねもうそれやと思わないと <laughs> やっていけないね大ごとにならんくてマジでよかったけどなんかすっごい技できてもう幸福論そう幸福論そう幸福論よやっぱり幸福論聞いてください <laughs> 聞いて昨日全然怪我してる感なかったすごいえよかったいやマジであんなんでもさ怪我してる怪我してる感出したらダメですっていうね頑張ったやけどねなんかねすごいケの痛さより 椎名林檎さんのライブのテンション感が勝っていやなん,かなんか今めっちゃさなんかうざいこと言ったよなえ違う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 なんかね違うプロ,なんかプロとかプ <laughs> っちゃ違うなそう怪我の痛さよりそう椎名林檎さんのライブの凄さが勝ってあのそうだから全て椎名林檎さんのおかげなんですねこれは。はマジで そう絡んで転ぶのマジで危ないわいやマジで危ない本当に危ないすっごい変な折れ方した <laughs> 一瞬マジで一瞬時止まったかと思った結構ガチで「ザ h ー w a r みたいな <laughs> ってなってですねいやライブ行きたい うん、そう格闘家も試合後に痛みくるっていうもんえそうそうそうそんな感じマジで本当よかった呼ばれた気がする「ザワールドでいやマジでよかったマジで戻りたいいやもう本当に勝、ね、ちよかった、はあもうに最高いや勝ちでもう今日一生このテンション感かもう 余韻がすごいですよねライブ行くと肩こり治るえ、気のようなやつで気のやつで,のやつですっごい体ボキボキめっちゃ痛いこの辺がすっごい体が痛い整体に行きたいあやば、巻きが取れてるすごい あお誕生日おめでとうありがとうございます、ほんとにそう、マジで余韻で生きられるなぁ明日大丈夫え、もうね、しえ全然もうねけど今ね、多分ダンスとかしたらやばいめっちゃ痛い <laughs> ガチで痛いみ<え>ちゃん、体でグーバーけばいいですよ。なんかね なるんですよねめっちゃマジで昨日の4位にで生きてよかったいや本当にそう声出しライブねあのそうそうそう,そうすごいなと思ったのがあの「君夢」でなんかあの何だったっけなんか「てててててて,て,て,て」みたいなとこあるじゃない感想。 時になんかよっしゃ行くぞみたいなことをいお煽ったよっしゃ行くぞって煽った瞬間みんながなんか出て出てみたいななんか言あのあるじゃないですかサイバーみたいなサイバーみたいなやつファイバーみたいなやつあれあれがすぐ出てきてすげえと思ってガチであそうそうミックス そうコールミックスがすぐパッてきて太陽力瞬発力すごいと思ってあれすごいなと思って本当にあれはスクなんかそういうあれなんですかね決め決まりもう決まり言葉みたいな感じなんですかねよっしゃ行くぞって言ったらあれが出てくるみたいなあそれなんか バイパーハーバーって言ってるんやあれあのそうそうそうあれが聞こえてきてあすごいと思って脊髄からパンって出てくるもうガチですごい絶対に違いますよもう1年2年3年とかある 連すごっえっそんないっぱい種類なんかガチ恋工場は知ってるんですよあれはねもうやったから言いたいことがあるってタイガーファイヤーサイバーファイバーダイバーバイバージャージャーこれが3連あこれが定型文いやマジでねあの 対応,対応力がすごかったいやーあれすごいなそのガチ恋工場はわかるもんトラヒそれが連年何これトラヒ何これトラヒ腎臓繊維 え？なにこれアさんのアってこと振動火星被除去どういうことどういうことどういうことええっと、えっと、どういうことマジ、えっと、どういうこと 日本語はじゃんや待ってすっおーすごいダイバーだから日本語でそういうことああすごいえあこれがえこれが一例なんか前もこんな会話やった気がするでこの「チャペアペ」あ待ってこれこれ知ってるなんか 暮らしてるチャペアペカラーキナミョンホントスケえ、すごいや奥深いですねこれはあれかここはこう振るみたいなやつの一緒かコール講座の再来マジですごう前もこんな話したと思う すごいな。うん。駅でね、あれは知ってるんですよ。え、あれってさ、あのミックスですか。松岡修造ミックス。え。英語が一年、日本語が二年、アイヌ語が三年。えー、どういうことや。 ト待って待って待ってちょっと頭がおかしくなる分からん情報がすごいいやすごいなお最高かよって歌すごい合戦へえ あすごい考えたら負けか考えるな感じろかわすごいなポケモンパンはてるパン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 ポケモンパンみたいなやつ適当に叫んでればなんとかなる素人 <laughs> 山崎春のパン祭りのやつ <laughs> えそれとポケモン版そうこれは知ってるこれは知ってる「ドントシンクフィール」って何 リンゴさんさでミックスしたら怒ら怒れそう、奥さん <laughs> 確かにええけどめっちゃ旗振ってきましたよもう一生旗ええけどねなんかね旗振れないと困ってもう聞き惚れてしまってもうここここでずっとハ <laughs> って思ってずっとこれでそうペンライトとかじゃなくて旗なんですよ旗旗,旗なんです見ます いやほんとにそう旗なんですよめっちゃ <laughs> よくて <laughs> いやもう今日語りたいだけ語りたいだけ動画に動画じゃない配信になるいやマジで良くてマジで本当にほらこれなんですよそう ほ本当によくてもう本当にいやマジでもう本当にねフル,フルあのペンライト代わりみたいな感じかないや本当にマジで戻りたいあの会場に戻りたいよ いやーもう本当にねあとこれこれをつけるとねなんかねそうリンゴマークあの照明がねリンゴマークパーって浮かび上がるみたいなでこれをねあの長く短い祭りかなでこれをかけるんですはぁよかったもうほん <laughs> やばくて、やばくて、可愛くないですか？これほら、ここでシーイーナーなんですよ。よかった。あの会場にマジでも乗りたい。 最後の終わり方はマジ良くてやばかったなもうこれマジでいつまでも語れるわっていうねもう本当にね <laughs> ええけどねキングダムさんのライブも行きたいんですよね。そう、有謝る富がラストなんですよ 有山るとみ大好きで有山るとみ大好きで本当にいやマジであの聞いてください有山アアルとみをんビビアンじゃないですかこれビビアンのバチモンです <laughs> ビビアンのバチモンですいやマジ有山アアルとみを聞くと 何て言うんだろうな,なんかね自分のねあの人間の汚い感じが消えていく感じがするマジでいやマジで聞いて本当になんかちょっと落ち込んでる時とかに聞いてほしいこれはビビアンのパチモンです <laughs> ビビアンはねちょっと <laughs> 集めるってとちょっとねお高いからねパチモンを堂々とつけますいやけど別にパクってはないビビアンっぽいなみたいな パチモンデザインちょっと似てるなみたいなまあ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 許容範囲えっ、ー、と地球儀じゃないこれなんか多分ハートだから大丈夫おすすめの曲何曲か教えて聞きますええー、人生は夢だらけもめっちゃ好きあっ丸の内も本当に最高いやもうけどねやっぱ「無罪無罪モラトリアム」っていうアルバムの曲を全部聴いてほしい本当にもう。 全部がいいからえこのネックレスは本物もうこれはねバイトして買ったいやビビアンの指輪欲しいんですよ欲しいんですけどお金貯めてるんです買うためにさすがにねビビアン何個も何個も買えないから いや本当にそう今日もつけてたもうこれ大好きで一生つけてるお気に入りすぎってえっ「アーマーリング」がマジで欲しい分かるじゃあそうそう「茜さす軌道照らされど」っていういい曲があるもう本当にいいけどね あマジで本当に全部いいわうんもうとりあえず聞いてほしいあともう本当にあでも本当にとりあえず聞いてほしいいやーガチよかったな本当にあの対バ前に行ったのも良かったなタイミングがタイミングがすごく良かったですねマジでよかった本当に リンゴさんさきながらヤコバ乗ろうからいやもう本当にあの夜に似合う曲ばっかだからあのえっバ場ってさマジで寝れないやん役場めっちゃヘビーユーザーなんやけど役場寝れないから役場のさ朝6時ぐらい5時かな日差してくるあたりにあの「赤目サスキーと照らされど聞聴いてほしいマジでいいからあの窓際だったのなおいいあっ熱愛発覚中めっちゃいいねわかる あ,のあれの何のライブだったっけな何のライブだったっけ何の百薬庫かな百薬庫かなんかのライブの時にあれでちょっとね衣装をね中に衣装を着てるんですけど一枚脱ぐんですよその <laughs> やつがよすぎていや今回はね衣装が最高でもう <laughs> マジでギャーって。 言っってしまった思わず声出たもうマジであ <laughs> いやもう最高よそうスタイルが本当に良いんですよねああいうスタイルになりたい肩とかキュッキュッみたいなキュッキュッになりたいいうも「フィアーン」じゃなくて「キュッキュッ」になりたい <laughs> なんて言うんてうですか怒り方怒り方になりたい骨をねなんか自分でこうやっていじりたくないこうやって立ってこうやって立ったら骨がなんかこうなんかさ <laughs> 自分の体粘土でさなんかいらないとこちぎってさでなんかちょっと長くしたいとかさちょっと伸ばしてみたいな <laughs> で,できんかな <laughs> っていう妄想は めっちゃするよな自分の体粘土だったらいいのにみたいななんかこうやってさなんかいらないとこは自分で取ってめっちゃ形成しておめっちゃいいみたいな伸ばしたいとこめっちゃ伸ばして足めっちゃ伸ばす <laughs> 足伸ばしてもういらないとこ全部クック,ク,ク,クって取ってにしたいなならないかな ね、18成人ってさ成人式も18でやるってこと違うか成人式は2020 20かな18成人なんかさ <laughs> あれみたいあそう面白いあの成人で思い出したわあそう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 ネギ星人やネギ星人 確かにクレカ作れるようになるわ地域によって違うみたいだね成人式あそうなん自治体によって違うんやあそうあの面白い漫画があるんです「ジャンププラス」であるんですけど「シバタリアン」っていう漫画おもろいか見てほしい「シバタリアン」 レノンのクレレカ怖いレノンにクレカは混ぜるんだっけいやマジでねクレカか <laughs> 絶対作らないもう完璧になんかリボ払いはダメみたいなさリボ払いはあかんみたいなのめっちゃ聞くからいやもうマジでもう絶対に作らん怖い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 いだってさ リボにしなければいいいやもう絶対するもん絶対調子乗って買うもんないと不便なことも多いなんかさあのなんだったっけあれあのデビットデビットカードデビットならさそのままさ銀行直で引き下ろしやん だからなんか別にデビットでいいかなみたいな思ってるんですけどえやっぱクレカクレカ払い絶対クレカ払いじゃないとダメみたいなさ支払い方法たまにあるからな怖いよね海外行くなる必須球ああえ海外行きたいえそうデビットまれに使えないこと多いからさ 桜の下に埋まってる柴田ですけどっていう <laughs>。どういうことよ <laughs>。その柴田リアンマジで見てほしい <laughs>。あのジャンププラスで読めるから。無料で。見てほしい。ニーサと。これはあれじゃない。なんだったっけ。 アコムとかそっち系じゃないそうシバタリアンはね怖いかなサイコパスじみてる結構クレカ作るとリポめっちゃおすすめされるけど罠だからダメ罠だからダメいいんじゃあやらない怖いレナちゃんボートレース部に入りませんかえっとねめっちゃ興味あるんですよ面白そう 誕生日おめでとうありがとうそうボートレースあとあれをしてみたいなんだったっけボートレースなんかめっちゃなんかね言いますよね脳汁出るみたいなえっボートレースは二十歳 そうなんだそう競馬版イポートレスト二十歳からなんやいや18からいけると思ってただからもういけるやんとか思ってた「レナちゃんドラクエドラクエでカジノに入り浸って魔王を倒さないタイプでしょ?」うわドラクエ懐かしい レノンが入ってるお話し会で適当な番号を決めてくださいって言う人増えそう <laughs> え天皇賞なんだこれ何はいける何はいけるんだこれ あ買ったらダメみたいなおーそういうことか予想だけだんですも確かに何か新聞にたまに載ってるよねなんかあ新聞はあれか宝くじかへえ公営ギャンブルは二十歳からおーじゃあ18なっても別にできることはそんなないんですね ややりますやばいとりあえず1から18で好きな番号3つ言って1から 18? え6112好きな番号2つ言ってじゃあ46。4 6 それで買うか買おうとしてる <おう S 1> 契約が結べるようになってるからマジで気をつけてそっか自分のやつ6一十めっちゃきそうなやつでクソ明日したかえ買って レノンンのサルレンター当たったっや,熱いやばえもうなんかみんなギャンブルや <laughs> これで当たったらどうするマジで <laughs> これで当たったらどうするいや確かに G1 そりゃあして G1 やし。 いやもう当ててれのケンいます <laughs> 当てる気満々いやーマジで <laughs> お話会に当てるお話会会しめるやばおもろすぎるやろ当たったよって当たるぞこれ確信してるやんもう <laughs> みんなガチギャンブラー 友達全員から返信来なくなって嫌われたせいで不良してるいやいけるよあたたれレノンのお話かに全部だろ <laughs> やばすぎるなギャンブルはばっかやなそういえばイコールラブさんの14枚目のシングルの「 オンラインサインカー取ったから楽しみにしてますあ、ありがとうございます本当に、ね、あれ告知するの忘れててさいやマジでミスったと思った本当に告知してない次のやつで告知するケンお話し会で予想聞くの永久期間の完成だな永久期間のね,ねめっちゃめちゃ検証されてるの、ね、にここでここでまさかの おたみんな救えななくて好き <laughs> みんだ<な>って6 1十2の3連十94.1倍ですどういうことマジでえどういうことマジでも専門用語入ってきて分からん <laughs> 専門用語が 予想当ハハハハもうんほんまにおもろいやんマジで100円であそういうことかああ94.1倍になるってことえやばめっちゃ夢じゃないえじゃあ1万買ったらもうやばいやんえ待ってそれ最高やんえ早く二十歳になりたいえシャレのレオたけながら <laughs> でえ、すげえ <laughs> 早く <laughs> えすごいえ二十歳になったら絶対えの一回やね人生経験人生人生経験としてねまあ1,000倍当てたことあるよやばえもうい一攫千金ってこと当たる前提危ないぞ確かに。 怖いなえなんかさ言う言うくないなんかあのギャンブルはなんか一発目で当たったらなんか味を占めていくようになってそれでなんかズブズブハマっていくみたいないやそれが怖いよな負けたら次で取り返せばいいっていうのがもうギャンブラーの発想もうこれがあのね俗に言うそういうことですよね <laughs> いやー本当に。危ないよ。え、待って。えぽんちゃん。ぽんちゃんタワーありがとう。え、本当にさ、ずっとギャンブルの話してる時に。<laughs> しもめっちゃギャンブルの話してる時に。ありがとう。ちょっとお話しかあちょっとお誕生日配信いけなかったんで。ありがとう。<laughs> 確かに。 まだ誕生日いうのこの背景が物語ってるからえありがとうポンちゃん本当にギャブル発出にすまでいやこれはねあのポンちゃんの <laughs> 本当におもろいめっちゃおもろかった今の <laughs> いやめっちゃおもろいえ本当に <laughs> 本当今日今日もポンちゃんありがとうね本当に もう明日もめっちゃ楽しみにしてますよ。本当に！多分ポンポンちゃん渾身のタワー。ちょっとお仕事戻らなきゃならない、ね。やっえ本当にもうすごい働いてるね。大丈夫。本当に頑張ってるね。頑張れ本当に。あ、わからん。あともうちょっとか分からんけど、もうちょっとや頑張れ。明日楽しみ。本当に。明日楽しみ。本当にね。ちょっと楽しみにして寝れないかもしれないけど。 いっぱいあらそうねポンちゃんありがとう頑張ってねお仕事ありがとうねふたはやばい本当にえっアイラブこちらこそアイラブマジで大好きよポンちゃんありがとう本当にいやタイミングばっちりでめっちゃおもろかった は金額以上の幸福が得られるから第一第一種永久期間めっちゃそれわかるガチでめっちゃくちゃわかるだって犬もぶつかった時めっちゃなんかねすっごいもうなんかねアドレナリン出たもんお金使うとアドレナリン出るよねなんかさそうマーチン買った時も すっごいアドレナリン寝たし <laughs> あとね椎名林檎さんのライブのチケット買った時めっちゃアドレナリン出てちょっと寝れなかったなその夜は支払いに行った時コンビニ支払いをした時きああガチで行くんやっていうそうお金は使えば使うほどいいですからねそうそうなんよ、マジで。 マジで物によってて万なんてそんなそんななんんんそそ買えるわけないやんもう絶対に3万3万ぐらいのやつブーツ買って本当ほんとに3万ってめっちゃでかくないほんとにでかくない靴で3万だよマジでええと思いながらもうなんかね履けないんよだから大事にしすぎて履けないよそうそうなんよ 50万は何の革ですかマジでそういや本当にねビビアンのねこのねネックレスを買った時もこれで3万したのもう意味わからんないやもうだってえけどめっちゃかくてあやばい今月のバイト代だと思ってそうその時はねバイトしてたからくクってなりながら「買います」って言ってあとねあのブレスレット買った時もね「買います」って,って次指輪買いに行くんですけど 誕生日プレゼントに誕生日プレゼントいやほんとにね買いに来ますよお金貯めてそうマジ3万の靴なんてマジで本当にねあの瞬間なんかすごいよね私は今生きているってなる <laughs> これ何の何のセリフやった 済していこうそうよいやーマジでそうなんですよいやーマジで本当に <laughs> お金使いとに日に買い替えられるんややばすぎる <coughs> けどやっぱライブいいですねライブ本当に楽しいわ いやー本当にもうい,いろんなライブを行きたいいや本当によかったなーっていういやマジで本当によかったないや本当になんか余韻すごくない かるサイズで300円のパスタ食べるだけで幸せよかるなんかあのねミラノ風チあのドリアをね食べると本当に幸せになるあれマジで美味しい1回のライブチケットで2万払った時はどれなりやばかったうわやばそう単独の全通あると信じて夏休みストックします えあるかなどうやろう分からん安藤かな何も本当に分かんないその辺のライブハウスに突然行ってみたり確かになんかねあれ行きたかったんですよねパンクフェスみたいな本当にパンクパンクそうパンクフェスみたいななんかあったんですよそれにスリップノットさん出てて えめっちゃ好きでかっこいいじゃないですかかっこいいからめっちゃ見に行きたかったけど行けなかったなサイゼリアサイゼリアサイゼリアと思うサイゼリアじゃなかったいいかなんかねあのサイゼリア公式からサイゼリアあでもサイゼリアでもどっちでもいいらしい どっっっちでもいいいいてて出たらしいっていうツイッターが回ってきたツイートがねなんかそう会長が言ってたやつでなんかあの「サイゼリーや警察サイゼリヤのことサイゼリーあ」っていう警察がなんかあの「やめそうもうやめます」って言ってた <laughs> そういうツイートが回ってきたそうめっちゃおもろくていいねしたいやいいねしてないわでいいないわいいねしかけた 最近ねあのツイッターのさ漫画が読めるハッシュタグが好きで一生あの漫画を見てる漫画が読めるハッシュタグめっちゃ好きでいやー本当にいいわレノンちゃんなら何警察しますか何警察しようかな いろんな警察いるからなどうしよう何警察しようかななんかあるかないやマジこだわりなんもなさすぎてさんかあるかなんかあるかな,な,んかあるかなうん大阪府警さ大阪府警もうガチやんはしご高警察に身近におる高橋舞 川島いいやあ確かに「エセ関西弁警察」確かに確かにけどさんなんか関西弁前喋った時にさなんか自分もなんかエセ関西弁みたいなになるからマジでちょっとね「インスタに上がってくる猫って漫画が面白い」意味を コナンの盗撮警察してえ,えコナン盗撮されてんのあっなんかなんか言ってたなそ,そういう話いやけどコナンのシーンはね何もあってもいいからできれば欲しいしらんっていうコナンがしてるんじゃなくあコナンがしてるんやえコナンが盗撮されてる方じゃない メンバーの誰かにえ、誰だったっけな言ってたいやー本当に本当に本当にえアイス食べたい冷凍マンゴーが食べたいよすごいもう冷たいもの食べたいあコーハンがしてる方そっちか いやもほんとにね最近ねこういうさ2リットルのねあの水をね2日で飲みきるっていう生活をしてる見てくださいこれ莉子ちゃんにもらったグラスめっちゃ愛用してるかわくないグラマー大好きでヒステリックグラマーが大好きで。 あ、ない、喉鳴った、あ、待って、え、おとちゃん。おとちゃん。え、おとちゃん、どう、ありがとう。え。え。ありがとう、えー、待って。やった、え。お誕生日。お誕生日ですか、もしかして、祝ってくれてるの。 えー、嬉しいありがとうってかおとちゃんのアイコンめっちゃおもろいやえかわいい何このおじさんえー、ありがとうえ誕生日祝ってくれてんのかなえっ当に嬉しいえっありがとうおとちゃん本当にえー、待ってやばいえー、ってか当日も祝ってくれてたよね、はあ、ほん 本当に嬉しいですありがとう時差すごいごめん全然祝ってくれることが嬉しいんです本当にえー、ありがとう本当いや誕生日って最高やなおじさん知 <laughs> え誕生日人に祝われるのめっちゃ嬉しい人に祝ってもらえるのやっぱいいですね誕生日毎毎日バースデーでいいや エブルデイバースデーみたいな感じでやったーありがとうとちゃん本当にいつも本当にね話に来てくれたりして本当に嬉しいよ <laughs> ありがとうねとちゃん本当に大好きです本当に感謝ですね こちらこそだよありがとうもう本当にありがとうありがとうありがとう本当に大好きありがとう本当にお話し会楽しかったよ本当に楽しいお話し会楽しいんですよねやっぱりいや本当にありがとうね本当に皆さんも祝ってくれてありがとうございます今日とかも本当に当日とか。 とりあえずねあの26日の誕生日のさ祝って頂い,いた写真とかを保存をしましたね鳥,鳥も鳥ま保存したよ写真をねすぐ保存する癖がついたこんばんはいやほんと したは？なんだこれは何のシューマイ弁当これ何初めて見た起用券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 って何,何起用券って何横浜の名物そうなんよ確かに 横浜中華街あ中華そういうことかあシューマイで有名なとこいやそれ思ったら焼き小籠包食べたいえなんかさあのホットプレートじゃないやなんかあのそうたこ焼き器で作れるシューマイみたいな大阪の五五一くらい有名えあの CM 知,知ってます皆さん 一の肉まんがあるときあないと時あるときあみたいなあーあーたいな,ないと時う、えー、みたいなやつ「551のほうらい」やつあの CMOP でえ知らん絶対知らんか絶対知らんか 関西、電気、法案、業界は知ってるよ確かに知らんわけないよな関東見は絶対あかんかそう、マジでね、大阪降るときずっと見てて午後一時、午後1時、午後1時に行くまであるときやみたいなあとなんか何ヒヤヒヤ、ヒヤヒヤヒヤのヒヤ キオーガン何これ何これ何これ <laughs> 北海道民にハードル高い <laughs> そっか <laughs> 待ってスマタンスマ,スマタンであったなスマタンあった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 いや本当にねあの毎日で、ね、見る朝の情報番組が違くて。 ジップさん見てる時もあればめざましテレビさんを見てる時も関東もえ電気保安許可ある確かにホテルニューアワジのね大阪上沼由美子さんの出演率がいるイメージ確かにあの何の時っっあれ玄が結構見てて よく見てた何だっ,たっけあれあ出てこない出てこない釘付け釘付けって知ってますあれは関東もやってんのかな釘付け釘付けやったっけえ関東電気保安協会も関東電気保安協会ですか釘付け知らんか <laughs> 見てたえ違う 電気保安協会北海道にもあるえっどういうこと北海道は何,何になる東北東北電気保安協会お誕生日おめでとうありがとう東北だもうくて <laughs> なんかさなんだっ,っけ電気保安協会の試合見たことないえめっちゃ出てきてたよ 関東電気保安協会え関東電気保安協会どんなインドネシア関西の CM は大体木田太郎さんが作ってるから関西にしかないメロディーだそういうことか明日結局川池で行くことにしましたツインテレで行きますお待ってます楽しみにしてます楽しみ めっちゃ楽しみにしてる初めて対面いやれるもん絶対ちゃんとしよう <laughs> 今日はマジでお風呂お風呂の湯船に使いますでむくみを取る最大限までもうね絶対にむくまないようにする明日はそう早く寝るよ今日は早く寝る 私レれの読むでむくんでたらやばいやろいやもう絶対にむくまないよ今日はうわノの何系が好き服装とか何系影響されるあっ見る側見る側ならねいや何でも好きなんですよねマジで でも好きなんだよ何でも好きなんだよな,でも好きな,んだよなええけどその人に似合ってれば何でも可愛いと思うけどな自分が最近着たいのはあれが着たいですパンクパンク系の服が着たいけどパンク系はもれなく露出が多いから着れないっていう腕とか出したらマジで着れないよ おはよニョンオールしてる昆布ちゃんわいは今日サウナ行ったからむくみ体質かぶサウナいいなそうなんかさ赤のチェックのさスカートとかかわいくないここのもうナ,ナの服装がマジかわいくてああいう服着たいけど露出多いしっていうかあの ロス多かったらねちょっとねあれだから着れない,いや今日お話しかいけなくて死ぬほど落ち込んでいます <laughs> オールしたからオールしたから楽しそうだったよねめっちゃ <laughs> そうめっちゃミニスカのねミニスカなんやけどもうマジ厚底履いて革ジャン着てみたいな。 チェックの赤のスカートでマジでもうかわいでなんかねロンブーツで黒タイツで編みタイツでチェック似合うよね似合う,もうああいうのがかわいすぎてめっちゃ着たいけどめっちゃ着たいけどけどもうライブで。 衣装で足出してるもんないやけどそれで衣装だから生きるっていうのもあるよないやけどパンクの服装めっちゃしたいんよなめっちゃしたいけどめっちゃしたいけど着ないミディアムなんだけど髪衣装めっちゃ分かるミディアムが一番もうんかアレンジなくて困るマジでアレンジなくて困るよ で,でも君嫁のチェックにめっちゃ似合うと思ったから多分赤チェックも似合うやったなんかねちっちゃい頃着てたんだよねちっちゃい頃着てたからな赤チェックそうななみたいな服装がガチでもしたいんですよロングヘアの再登場ありますかロングヘアはねガチでずっとロングヘアしたいんよだからあのエクステもつけたいから けどまだたぶんたぶんちょくちょくあの気に入ったからロングで来るかもお話し会とか急にロングで来るかも <laughs> けどロングのね写真をね近々あげるのでえってか今日は行かな <laughs> 今日は行かなそう レノン真似してウルフしたけど毛統似合わなくてボブに来ちゃったえー、やーけどボブも打ってかいねボブもやるしたいよなボブもしたいなボブもかわいいないやマジで似合ってたら何でも可愛いよそうロングロング会いたいロングくるよ多分ロングめっちゃ気に入ってるから。 セーラーのコスプレパッツン似合ってたしジャマミユメコみたいで可愛かった <laughs> やったあの黒髪セーラーって参考にした人やキャラいるあのねあの地獄少女のさあの子地獄少女だったっけそう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 エマイを意識した なんかねめっちゃだからもうけどねカラコンはつけられないからめっちゃメイクをねあの闇系にしたいつも以上にまつ毛もバッサバサにしたそう「地獄少女を意識したよ」 めっちゃつけバスバスにしてなんかかあの分かるそう一ージで見るそう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 ,そうあのね血色感マジなくてけあの真っ白にさあのめっちゃカリップみたいなあれがか愛すぎてやっぱそういうメイク好きなんですよね血色だからいつもねチーク塗ってないんよチーク持ってなくてうん本当にめっちゃ真っ白にしてあのアイメイク もうまつげつけまつけて部分用つけまみたいなそういつもよりちゃんとメイクこだわった新メンバーかと思った確かに雰囲気全然違かったわ断然ショート派なのにこの前の黒髪ロングセーラーはマジでやられたメンバーどんな反応だったんですかえっとねなんかえ誰みたいな。 <laughs> めっちゃ似合ってるって言われたなんか結構ビックめっちゃ自然って言われてよかったと思ったはい、I'm fans from in IndonesiaWowHelloThank you 水飲んだら喉鳴るそうあゆみんあゆみんかあのあゆみんのさあの前のアリスの時のさ「誰?」のやつあれめっちゃ好き <laughs> 今回も「誰?」してた <laughs> でそのあにさつきの「誰なの?」って声がさ <laughs> 入ってて <laughs> 入ってると思ってなくてあれ <laughs> 見た時笑った ンジョーブ生でとありがとうそう「誰なの?」っていう声が入ってて <laughs> そうあれめっちゃおもろいよね「誰あゆみんのあの声が好きなんですよね誰?」のもう声にならない声 <laughs> めっちゃ可愛くないあれ「みつけのまでうまい?そう」誰なの 誰なのって言うみつきの, <laughs> <美月>の <laughs> めっちゃおもろいよな、あれ <laughs> こんな感じだった気がする <laughs> 誰なのって言って <laughs> 確かに、みつきの真似うまま上手いかも これは手下ですわそう兄貴なのでね確かに <laughs> まさか誰なのが入ってるとはいや水美味しいな水中毒になりそう だけど、そ飲んでないかいけるか誰なの最近ね水の美味しさに気づきましたねやけどねあの最近紅茶紅茶にめっちゃハマってママイそう、イエさんね紅茶4杯飲むんですよマグカップ4杯。 毎朝,毎朝紅茶のために早起きして南西派昴水派南西派昴水変な味するから飲めないんですよ温泉水超歯科の飲み温泉水そうなんかルペシアってとこのお紅茶をお母さんがなんか福袋みたいなので買ってて。 めっちゃ来たからあげるってもらってそうえ香水めっちゃ変な味しませんそうめっちゃそう朝からね朝に香酸四杯飲むんですよマジで本当に胃がやばくなるわあれうわっうわーわーわわわ 香水はマジで本当に東京の水はまずいとの噂がえそうなのそうコントレコントレックスっていうピンクのやつですよねあれ飲めなかった飲みにくかったけどあれがなんかいいらしい香水の方がいいって聞くけど紅茶はティーポンドってとこですえー、ティーポンド 調べよう。え、そう最近めっちゃ紅茶にマジでハマったわ。紅茶ってガチで美味しいですよね。そう。イギリス貴族かな。そうレモンティーミルクティストレートですね。ストレートで飲んでる。 確かにに長野えっ,水水ってったえやっぱ違うんやなんか雪解けい雪解け水みたいなごごっていいが好きでもうね最近えー、マジであのリプトンリプトン大好きでリプトンめっちゃ過激派だったんですけどあのリプトンのさもう初期のリプトンわかりますもうあの初期のリプトンのミルクティーがわかります もう初期リプトン初期リプトンがめっちゃ好きだったんですよでもう家にリプトンの,あのパックあるじゃないですかあれ1リットルのパックあれがねもう絶対2本はストックあるみたいな スーパーに行ったらもうあの親も好きででそれでハマってて飲んでたんですよちょっとでなんか一時さリプトンが味変わってロイヤルミルクティーになったじゃないですかであの時らへんでもう飲むのやめてで最近味がまた戻ってきて今日買いましたね今日飲んだリプトンリプトン本当に美味しい 紙バッグレッストロを刺して飲んでてほしい飲んでたな中学時代飲んでましたねなんかあれ流行ったよね謎に中学の時めっちゃ飲んでたいやマジで分かる学生って感じがするあの紙バッグレッストロを刺すのはレモンティー飲んでる子めっちゃいたもん友達飲んでた あとあの粒入れで売ってるさあのリンゴジュースとかオレンジジュースをソロ刺し飲んでるあれめっちゃ多かったよねコスパいいから多分そうレモンティー飲んでる人めっちゃいためっちゃかるそうオレンジジュースとリンゴジュース派がいた スタバで紅茶の種類聞かれてていつも困ってるインえそういう場合はねイングリッシュブレックファーストだっ,ったらいい,い,いよ美味しいからけれ期間限定で出るジョイフルメドレーがめっちゃ好きジョイフルメドレーのティーラテがマジでおいしいあそう桃水桃水がガチで 小学校の時にそういう高校生見てびっくりしてた確かになんかさ本当に平成のさあの自分が小学校の頃に思い描いてた平成の高校生ってマジですもう本当にそうであのリプトンの紙パックのやつ飲んであの熱帯やって聞こえるわかりますんって ああなたならあたしなたららうーみたいなやつあれじゃないですかあの,あの踊ってみたみたいなの分かりますなんか飼って PV 風の動画高校生男子高生が撮ってるやつもうあれがもうあれがマジで自分の思い描いてる高校生活で入ったら違ったなと思ったけどそうあれだと思ってたな。 あれが自分の思いを描いてる高校生だと思ってた小学校の頃ああ高校生になりたいってあれ思って思ってたあれあれですあれあの高校生が踊ってるめっちゃ楽しそうマジであれマジで楽しそう今でも友達でなんかああいう動画見あの,あの4人で集まって動画見返しとか人か五人で集まって動画見返してほしい ぐらい本当に何かすごい気持ちになるっていう後のことの想像できるぐらいまだ好き <laughs> 高校生はすごく大人に見えるよねわかるーなんか小学校の頃の高校生ってさなんか今高校生18歳から見るなんか本当ににんだろう25とか56のイメージなんか本当にもう自立してるみたいな けど別にいざ高校生になると別に自立そんなしてないっていうねいやーあの小学校の頃のあのね感動をマジであの思い描いてる高校生楽しそう高校生みたいな早く高校行きたいみたいなね中学吹っ飛ばして高校行きたいと思ってさ いほんとにいいよ高校生はあいいな高校生はなんか今は何歳くらいが憧れえー、えー、ええー、え22 一番なんか楽しそう <laughs> そう22が楽しそうと思うけどいやけどな社会人つらいよねと思うやっぱ大学生が楽しいんかな一番人生のピーク高校生は青春すぎて幸せだった 労働つらい確かに高校生ね高校生いいよね本当にそう30過ぎてからが楽しい確かにいいけどねもう <laughs> 早すぎるけどやっぱ老後が充実した老後を過ごしたいない最近ねあの幸せな老後の過ごし方は自分でね考えてんの 早いよな22だと就活そっか大学4年生かそっか教えて教えてそうなんかね老後はなんだろうなえ本ほんとめっちゃ早いけど老後はねなんかまだ自分が二十え六60で 60代ぐらいから六十今なったら何,何歳まで働かなきゃいけないんだろう65かな65ぐらいまででいうのが90まで生きるとして結構生きるよで90まで生きるとしてまあまずちょっとね一人じゃ寂しいって多分なるからまずペットワンちゃんをね家族に迎え入れていや猫 んどっちでもいいなんああどっちでもいいないやけどもう運命の出会いがあった犬猫を家族に引き入れてそう60ぐらいから90の30年間のプランねこれはいや65ぐらいからかな25年間のプランでででまあ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 で で一緒にまあその頃には家買っててほしいな自分でいやけど家買えないな絶対にローン返せてないわ絶対にだからどうしようかな実家実家をもらうか実家ローン返せてるかな <laughs> でそう結構長生き思考ですよ健康に行きたいからであの そうですね、まあ、趣味絶対老後の趣味はね老後の趣味何にしよっかなゴルフはちょっとしんどいから何にしよっかな老後の趣味もうなんか映画鑑賞とかでいいやもうそれかなんだろうなやっぱあ家庭菜園ちなみに想定は日本ああ海外行きたいけどね はできないと思うから、日本でまあテレビ見て、お茶飲んで散歩してあの <laughs> 読書音楽聴いていやーけどねよくよく言えばドラムしたい <laughs> ドラムを趣味にしたいな 絶対に叩けないけどもうで幸せに生きるえ <laughs> もうでもう,そう縁側縁側縁側はね縁側縁側ある家がいいなそう時間はいっぱいあるからそう映画見まくるから80歳ドラマロックすぎるそうロックに生きるわもう,そう楽器系のね そういうのがいいなわかる田舎いいないやもうね本当にそういうでも犬とね犬と猫と戯れてお茶飲んで楽器弾いて町内会の集まりとか行きたいな いや行きたくないなで最後はねあのそのそのねあの一緒に家族の犬と猫と共に眠るっていう最高じゃないこれ最高じゃない <laughs> 早すぎるけどさすがにいやマジでねこれがちょっと老後のね楽しみ早っあと何年後の話これあと何年後あと何年後や確かまだ18です注意喚起これえ何年後の話これやばえよえ 42年後そう今大型中型小型小型犬かないやけど大型犬も好き中型犬も好きどうだろういいないいなそういうのがで家で眠ってるのを誰かに発見されるみたいなね そういうはみたいなじゃあ町内会行っといた方がいいかそうやな最近来ないねみたいな話になって家行ってあ開いてるみたいなんでなんか入ったらっていうでもう、ね、幸せに眠ってますみたいないいねそういうねそういうことですね まあ長生きするけどね <laughs> 絶対に結構長生き思考やから長生き思考健康思考で生きていくそうもう全部想定してるからそういう うういう人生をねライブ T シャツでしょうえっ当にそうだよえけどなが60とかになる頃には多分もっと医学の医学が発展してるからもっとあれかなレノン生命線なけにレノン生命線切れてるんですよね途中で <laughs> レノン生命線最後までつながってないあとね なんかね思想が入ってるっていう最悪の手相をしてる <laughs> マジでいっけど手相なんですって当たんないから大丈夫よ健康に生きるよそうなんか真ん中にね縦一本に線入ってたら思想ならしいでそれ入ってるんですよね <laughs> 生命線がん、ね、で最後まで途中で切れてるからねあの継ぎ足してる自分でならないかなと。 そう縦一本に視線入ってるのおもろいよねもう途中から部屋になるから「デスママジで当たらん時代」ん「デスママジで当たらん時代は MBTI」「MBTI 診断」みたいなね確かにめっちゃ流行ってるんね今あとさなんか「12キャラクターしえん？性格キャラクター診断」みたいななんか知ってる キャラクターで出てくるの性格のあるとマジで当たんのかなどうなんやろウィーティね今日なんかなんかい、e、いと愛があってなんかそっから始まるので社交性が違うみたいな言うけどいる社交性ないけどい、e、いになったんですよねそう最近流行ってるなんか性格がなんか 性格自分の性格がなんか診断で出てくるみたいな最近流行ってるやつそう外向的いいにあったけど、ね、多分内向的やと思うんやけどな自分に都合がいいものを信じよう確かに表に出てる人はいいが多いらしいやっぱりそうなんやおおんかめっちゃ なんんかかね、よく分からんけど説明見てあそうなんやーっていう環境で変わるみたいだ MVP あそうなんやいやマジで人見知りでね人見知りやからえレノンのでサイコパスって言われて笑ったちょっと待って言うの何やったっけ そんなはずはそんなはずはずないーパッドが占い信じる派占い都合のいいことだけ信じる派俺は社会不適合だから安心して <laughs> いやもうほんとに自分の都合のいいことだけ信じよう人見知りで困ってます絶対違うやん 生写真初めて自引きしましたおマジええののことやったそれはやったですねるもなんか前自分マジの自引きした生写真をガチ自引きしたわ 嬉ししくてママに自慢したよか <laughs> わ<可愛>いい <laughs> ありがとね本当にあの自引きした瞬間あ,あ自分出てきたと思ってすごいね自分出てきたらすっごいなんか名前の通りの自引きほどいらないものはないなと思ったなメンバー出てきたらよかったのにと思ってねあの生写真にひく 瞬間めっちゃ楽しいすごいと思って立ち聞きしたっていうあの自分の写品引いた時ってどんな気持ちなのああ自分やいらんなと思う <laughs> ああ自分や何かあの時に自分当たったらライオンか。 君夢誰弾いた。君夢はね、ももか引いた。ください、くれ <laughs>。いや、もう全然あげますよ、本当に。明日の対面の時も生写真。大事引きするから、弾ける魔法ください。こう怪しいやつ。う。こうやって、なんか感じるみたいなね、こうやって。あ <laughs>。 こうやってね手を重ねて、こうして、こうすると、これで今力を込めてます。はい、力を込めて、あなたはこれ3、2、1で、3、2、1つで弾けるように。はい,言い、私が今から3、2、1で数えます。これで弾けるようになります。な3、2、1、三二一。怪しいやつ、これ。<laughs> 仕事終わって遅いですけど、なんかパワークしてもらった。お疲れ。 お疲れ様 <laughs> これで地引きできるわゆうかちゃんのゆうかちゃんの会こんばんばんばん誕生日おめでとうありがとうありがとうございます本当に。ねなんか怪しいこは酸味催眠ってガチでかかんのかな何かからしわさび食べて辛くないって言ってのマジなんかなあれ気になるめっちゃ めっちゃ気にならないあれえけどあれ一回やってみたいな催眠かかるみたいなあなたはだんだん目が開けられなくなるあそう違うあなたはだんだん体が動かなくなる私が今が手を叩くとあなたはだんだん体が動かなくなるはいみたいなガチで動かないみたいな絶対いけるやん YouTube の企画とかでやったらおもろそうやりたいなながかける側になりたいでも催眠術覚えようかなダンボールの横の部分剥がすのめっちゃ好き苦手克服とかマジでできるんかなできんのかなあれどうなんやろう ラーメン部やってくださいえー、ラーメン巡りしたいもうジロー食べたいジローレノンかからなさそうどうなんやろうかかんのかないざやってみたらかかるもんなんかな催眠とかって催眠術使えるアイドルすごい確かに催眠術使いたいなハンドパワーみたいなやつさしたい みたいな催眠術かかったことあるかかったことあるガチでかかるすご真面目で賢い人の方がかかりやすいらしいあじゃあかかるか悪用しそうお話し会で書きまくろうかねじゃあ書きまくるわいろんな人に <laughs> じゃあかかるか <laughs> かかるか真面目で賢い人かかるかあかかってしまうなちょっと「いや全然余裕です」みたいなできないかも全然余裕ですけどできないなあれはかかってしまうわ しになるって催眠かけたらもっとしょうもないことかけるよ <laughs> もっとしょうもないことかけるよそれは壮大すぎてねかかるかつてかかるかいや悔しいな振りコピしたくなる催眠かけてほしい <laughs>、うん <laughs> いきなり踊りだすみたいな。ともしになると相談になんか相 <laughs> 談っぽくないなんかどんな催眠術かけるのほんとにしょうがない催眠術かけるかななんかあの手が全部くっつくみたいな地味に不便なやつみたいな。あと 衛世関西弁しか使えなくなるみたいな。標準語が使えなくなるなずっと衛世関西弁で喋るみたいな。けど辛いのがかからなかった場合かからないみたいな言えないっていう。絶対に絶対にねかかったふりをしてもらうかからなくても。だから強制的に。 あのエス完成で喋らされるっていうね。エスミレノンに可哀想な一番嫌なやつ。ミツキが年上に見えるとか。<laughs> 確かに。いやけどミツキ結構最近大人。 な感じになっもうエッセ完成弁やめて確かに <laughs> タイムオーバーで解くことところまでができなかった時がやっぱ確かに一生エセ完成弁で喋ってんの <laughs> けかかってるふり,ふりしてくれてる人はあの終わった瞬間「は <laughs> ひと仕事終わりました」みたいな。 関西弁ななくなったよねいや普通にね友達とかと喋ってる時はめっちゃ関西弁出てるあと親と喋ってる時とかはめっちゃ関西弁出るやっぱ連れられんのかな今って標準語なんかな勝ってるくないそう同じね地方の人と喋んないと出ない やばいえご飯食べたのにお腹なってる食欲がやばい5時ごろ食べた夜なまってはいる確かに確かになまってはいるずっとお話し会は混ざってるイメージなんかねなんか変に混ざるですよねマジで そう地元の人との電話がマジで表あの関西弁出る亀あ亀え標準語で言ったら亀けど大阪弁で言ったら亀確かになんかさ大阪弁あるあるやけどさ「ははは」はとかあるやん「はは」は」とかを 標準語は多分はっていうやんはがあっては、はがあってはがグラグラしてきたみたいなけど大阪弁やったらはあ、はって言うんですはあグラグラしてきたはあはとかそう、はーとかめえとかめえたいみたいな ななんかかあるかなそう「背高い」とかえっけど標準語だっやったら「背背背高い背高いね」背「背背高いね」大阪弁やったら分からんなんか「背高い」「背高いな」みたいな「目痛い」とか。 あ、確かに目が痛いか目痛い言いう全部なんかその一文字のやつは全部なんかシーン「しん」「しん」っていうんかなが強くなるイメージがある「チャーシュバク」は言ってる人あんまおらんかもなっていうチャーシュバクって言葉って本当に面白い「キャンバイク東京」そう「関西弁講座」 これであなたも明日から関西人っていうせたかい確かになんかやばいとかさやばいやんあの標準語やったらさやばいやばいみたいやばい,やばいけどあの大阪弁はやばいえぐい <laughs> 寒い細 <laughs> と時いくとき いきなりぶっんでくるえ、そうあと1個あってみなチョコレートを「チョコ」っていう「チョコ」「っていうチョコ」「チョコ」チョコって言ってたらさメンバーに「チョコ」やチョコって言われて「えチョコじゃないん?」って言ったら「チョコ」って言われてで舞ちゃんとアリスに聞いても「 え、チョコは言わんわって言われて「チョコチョコじゃないんやってチョコか」ってけどチョコレートで言ったら「チョコレートチョコレート」じゃないですかけどあの標準語で言うと「チョコレートチョコチョコチョコレート」「チョコレート」「チョコチョコレート」になるくない?「チョコ」って言わん 言わないチョコレート複合するとアクセント変わる確かに大阪人やけど全然違うチョコって言わんかなチョコかえー。コテコテ殿そうじゃね確かにそうかもレノの,の関西弁かなりきつい関西人同士でたまりが見えない確かに そうチョコシームでチョコレートああだそうことチョコチョコレート確かにチョコが確かにチョコがチョコチョコうんチョコチョコいるあり天は関西弁あんま出てるとこ見たことないけど N と喋ってる時とか舞ちゃんと喋ってる時は出てる気がする。 確かになんか舞、ま、ちゃんはさ結構大阪弁聞くけどアリスは確かにアリスが関西なのたまに忘れるマジで確かに確かにえアリスめっちゃなんかもう標準語って感じがする「アリスじめに行単語なアクセント関西」 あ、確かにそうなん,ななんかなう大阪同士で聞いたらさもう分からんくて <laughs> 大阪同士で聞くとなんかもうあれに見えるわ確かに確かにそう舞ちゃんとコテコテ確かに舞ちゃんはコテコテガチででは 男女を読みます。十三位モキョさんありがとう。十二位青内伊太めさんありがとう。十一位ミュウちゃんありがとう。十位ケンタさんありがとう。九位ツーさんありがとう。 八位ミオポンありがとう。七位ケンジさんありがとう。六位リュウくんありがとう。五位コンブちゃんありがとう。四位リリコちゃんありがとう。三位ポン太郎ありがとう。二位ポンちゃんありがとうポンちゃん本誕生日タワーもありがとう。 マジでね本当にえ当日もさ誕生日お祝いしてくれてありがとうね韓国楽しそうだったメールも韓国行きたいいいな本当に明日楽しみにしてるねありがとうあ,あとお仕事お疲れ1おとちゃんおとちゃんおとちゃんもありがとう本当にタたわお誕生日いたわおとちゃんもさあの祝ってくれてありがとうね本当に本当に嬉しい嬉しいですいつもありがとう 楽しみだね早く明日になればいいのにマジでって思う本当に明日楽しみマジで楽しみにしてるから明日よろしくねみんなああとさあの名札あれば嬉しいな名札つけてきてくれたら嬉しい名札がねつけてきてくれたら嬉しいなマスクだから。 マスクなのでねーお名札作った持ってくありがとう本当にね、名札よろしく私もリアルレノンちゃん会いたかったねけどまだあるんかも知れないからその時会いに来て会いに来てくれたら嬉しいねマスクに書こうかな確かにマスクに書くのでも全然 <laughs> 確かにあ名札作ってくれた人多いありがとう本当に幼稚園児みたいな名札つけるえちょっとねみんなの名札をねどんなあれか楽しみにしていくわえマスクでもいいよ全然マスクでマスクに帰ってきてくれてもいいんですよあ <laughs> 多分爆笑するけど <laughs> 絶対行くありがとう本当にマスクマスクありっすねちょっと名札作るありがとう本当に 期待はもういいよ、肉みたいな感じ書いて,てくれていいよ。明日行きます楽しみねえ本当楽しみそう結構近いっぽいよ。次四日だからよろしく明日楽しんでねありがとう本当にそう結構近いらしいよ。じゃあ本当に楽しみにしてますよラフ代よろしくね明日本当よろしくね。 ちょっと楽しみにしてて寝れないかもだから寝るのはこの後ちゃんとちゃんとお風呂に入って寝るので <laughs> 皆さんも体調万全で寝坊しないでねこれだけ言っとくかマジ一部の人寝坊しないでね絶対に体調万全で来てください <laughs> お疲れ様ですありがとう